は、3人でアマベルの中で、レトロな遊びをやりたいと思います。マミルトン日記でやってることでしょ。あ、そうですそうです。かくれんぼ、かくれんぼ的な、うん、アマベルかくれんぼ、隠れました。おしゃあ、はい、しゃあかーん、どこだ。12ちゃんの4階。4階、はい、よかろう。どこだマミルトンは。あれあれそんな深いとこあんのか。ちなみにさっき村井さん近く通りました。マジで、はい、なんか少しは通りました。マジでこれはすごいこれだ、これ、これは見つかんないですね。これは分かんない見つけた。じゃあもう待って、おー出てきた。しかも着替えてる、着替えてる着替えてる。黒いやつに、さっきのドレスちょっと目立ちすぎるんで、あのバイスソードも、ね、目立ちすぎるんで外します。本気やこれすげーな。ちょっと戦ってみてください。わかりました。いい具合に、いい具合に。普段どんな感じで戦ってるのかちょっと見たい。ザッ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 。あ、やべ、あ、ちょちょ、隙丸出しかえ、なんでさ、あ、ほら、あ、危ない危ない、回復して回復して。オッケー、なるほど。ということで今日はお付き合いいただき皆様本当にありがとうございます。100点中15点何がウォーリア点数とは、うん、3つあるんです、うん、3つ3つね。アレス、アレス、バリスト、バリスト、ケーブル、ケーブル。でこの塔を、うん、今この英語の名前なんですけど、うん、これギルドの名前ですね、うん、塔を所有しているギルドがある。はい、ありますね。これを奪い取りに行く、うん、奪い取りに行く。コア部屋まで来ましたね。来ましたね。でこの赤いのがコア部屋の残り HP、うん、ほほほ。で、うん、このコアを壊したギルドが塔を所有できるんですけど、うんうん、まあ、壊すっていうのは、うん、つまり、うん、最後の一撃を与える。なるほど、そういうこと、うん、なんで今行くとあの周りに行くとね攻撃がすごいんで死んじゃうんですよ、うん、なんで例えば残り半分ぐらいになったら叩きに行きましょうとか、うん、今もう半分ですね、うん、もう行っていいんじゃないですか、うん、こんな感じで、うん、あーめっちゃ強い、めっちゃ強い、あ死んじゃう、死ぬ死ぬ、あ死んだ私まだ戦ってるよ。まあ、なんですけど、うん、コアをみんなでこう叩きに行こう、うん、でこう最後にコアに一撃を与えた人が、うん、所属しているギルド。あー今ね出されちゃった部屋、持ち主が変わったみたいです。はい、さあ今塔を取ったのは、うん、スノーライダーズっていうギルドの人ですね。はい、はい、っていう感じで攻めてます、うんうんうん、高橋君、今日の目的は、はい、あれや、私がコッパみじんにやられた、はい、あの木のやつがいるだろ。木のボスみたいなやつ、あの草原の2階に。あ、2階のやつですか。あいつを倒す。倒すにゃ。よっしゃ。あ、います後ろに。あ、あ、痛い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 。木がいる、木がいる。待って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 、そんな恐竜と戦ってる場合じゃない。高橋君、無理無理無理。あ、高橋、え、高橋、一撃、高橋、あ、消えた。うわ、いた。お、え、村さんも一撃。それゴーストバスターズ5000経験値ゲット。ああ、なんか虫おるやないか。やだ、あ、これやだ。うるせえ声大きい朝一で金庫刺すな元気にやってきましょうよ。若さ若さ若さ出してこいのマップちょっと消して。うっせえよてめえ、怖い、怖い、うっせえボケねえ、怖いから朝一でキンキン。わかりましたよ、もういい、もう大きい声出さないから許してください。強くない、うわー、強いしよ、強いしよ、村井さんがやられそう。気持ち悪い、気持ち悪い、マジで気持ち悪い。やったー、マジで気持ち悪い、マジで気持ち悪い。ちょっとあんまり遠目で見ればいいんだ、遠目で見ればいいんだ、遠目で見ればいいんだ。そうか、遠目で見ればいいんだ。そんなに無理。いや無理っす、口めっちゃ開いてるじゃないですか、だって、うん、もう無理っす。あっ、あっ、あっ、近寄ってきてる、近寄ってきてる。うるせえ、黙れ。かゆい、かゆいよ。あ、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。私別に水つかめるし。マジかよ。今回は心機一転、新たにすげえな、マミルトンまで97のイグナイト
侵食97削除。あー後ろのこの小さいところで私も村井さんも、はい、ブラララライ、はい、ブリちゃんが待ってるから、うん、そうですよ、やろう。そうなんですよ、うん、あのゼロから始めるとかってのはすっごい、うん、楽しいんですよ。アイルトンの削除を実施しますか。はい、押した消した、消えた、バイバイ。すごいな、おあー、ムラララも消えました。私と同じ画面ですね今。おー、じゃあ作っちゃうぞ、作っちゃうか。よっしゃ、作りましょう。MATK の高い武器を装備すべき。そうです、もう今からね、 STR も ATK アタックも関係ない、村井さんは。じゃあ私これまでの得意としてたことが全部もう関係なくなるんだ。関係なくなります。村井さんは初心者ではないですよね。昨日データを消されてた方ブリさんダメです。ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。レベル67の人、69の人に対して何言ってる。ごめんなさい、すいません。いや、ああ面白い。いくらブリさんでも言っていい。そうですね、あるよ、はい、慎みたまえ。身分を明けまえ。そなたは王の断然。何の話だって。死ねー。何死ねって言うんですか。思ったけどさ、なんか3人ぐらいが結局いいんじゃない。4人だと収集つかないと思うよ。待って、今気づいたんですか。それ僕のせいだったら改めます。今回は1対3のPVP したいと思います。誰ですか、私たち3人に殴られるのは。どちらが殴られるか分かりませんよ。今回はマックス、高橋、マミルトンの3人対寿司もさん1対3のバトルです。はい、条件が釣り合わない戦いではないんですか。人数的にはね、うん、だって1対3ですからね、1人と戦ってる間にもう1人来られるからね、うん、とかいう条件はありますけど大丈夫。大丈夫です。わぁ、あ、多分ちょっと間合いの詰め方が早い。早い、ロープはね、やめろって。あ、やばい、いそいそ、いけ、村井さんやれ。やるんだ。あ、しゃあの声がね、もうね、ご飯美味しい。攻めるしかないぞ、我々は。そうですね。あ、しゃあ、村井さんすごい。破れたり、寿司島。気づいたら背後にいるんですよね、村井さん。ファインディングにも。ファインディング。あ、やべ。ファインディング。高橋、なぜそこのラスト残りわずかな時間帯で足を引っ張る。やめろー。やべ。あ、終わった。終わった。これは5対2。え、ボロ負けでございます。うっそ。え、うっそ。え、はい、うん、結構倒してなかった？え、村井さんの2回だけですね。え、マジ？うっそ。マジ？マジで。1対3にもかかわらず2対5で負けてしまいました。もうなんか私も高橋君もなんかこの5分間でえらい年を取ったような。なんか老けたんじゃない？2人。大きな。あと頬がこけた。ね。痩せた？なんかあのあれみたいになってますよ。あのワイルドフェニックス。皆さんご存知ですか、スマホで MMORPG が、おお出た画面、ネトゲや、ネトゲなんですよこれ。ほら人走ってる。これオンラインゲームなんですよね。で実は私マックス村井チャンネルでパズドラとかモンストとかいろんなゲームを遊んでるんですけど、 MMO っていうジャンルをね一回やってみたくて、はいはい、で探しててこのアバベルはなんかやばい。あ、高橋くんいる、高橋くんいる、いました。高橋くん、私の画面の方に来い、近づいて来い。どこだ。ムラララライの方に近づいて来い。あ、いた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 。どお前な、え、座ったりして。ちょっと待って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 、なんでそんな慣れとんの。お、いいね、高橋くんいいね。あ、飛んだ。あ、座った。あ、座った、僕も座ろう。待って待って、あ、座ったりいなかった。あ、回転これ回転で、回転とかジャンプすごいな。あ、落ちた。あ、おーい。っていうかさ、おい、やばいよね。楽しい。これだけで30分ぐらい遊べる。どこ行った高橋。あれ、どこだ。いた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 。どこだ。あ、いたいたいた。おお、大迫力、今画面に向かってボーンってきた。なるほど。行くよ。行きましょう。行ってください、行ってください、どうぞどうぞ。
一定確率で進化可能です。失敗した。せーの、ドン。まだまだだ。これさ、はい、せーの、ドン。ボーナスタイム発生、まあ、あるある。10分間で同じ進化成功確率。やばいやばい。いや、こうやってね、あれなんだよ。いや、おばさん、おばさん、どうしよう。A 小席、ちょうだい。ありったけちょうだい。ある分だけ全部。いこ、せーの、ドン。ドン。おばちゃん。せーの、はい、来た。もうダメだこれは。これはね、ダメだ。笑っちゃいけないけど。これはね、ダメだ。いくよ。メンタル的にラストチャンス。せーの、ほい、きたー。